今日の意外な偉人は源義経。兄の頼朝と共に打倒兵士を掲げ、壇ノ浦の戦いでは船から船に飛び移り兵士を圧倒したと言われています。そんな牛若丸とも呼ばれていた義経はドラマや漫画でイケメンとして描かれることが多いと思います。しかし残念ながら平家物語によると、義経はチビで出っ歯だから遠くにいても義経だとすぐわかる。ひどい言われようですね。まあもちろんこれが真実かどうかはわかりませんが、平家物語は義経が亡くなってすぐに書かれていたので真実である可能性は高いですね。まあ皆さん、ルックスなんて関係ありません。大事なのは財力です。ではまた。